お前が欲しかったのはこれだな。本物なのか、いいのか。本当に何を遠慮している。急いで父親に飲ませるんだろ。そうするよ。親父もこれで助かるかもしれない。あんた親切だな。私に手を差し伸べてくれるやつなんてもういないと思ってた。事情を話しても誰も助けてくれなかったのか。町の連中は誰も相手にしなかった。金が惜しいんじゃない、関わり合いになりたくないのさ。暗黒街から来たもんなしなんかにね。諦めてへたり込んでても姉さんだけだったよ。声をかけてくれたのは。これが光の都の本当の顔さ。それでも薬は手に入った。店員も親身になって協力してくれた。それは人々の心がまだ闇に飲まれきっていないことの証拠ではないか。いいこと言うね。まるで神様の使いみたいだ。この世はもうすぐおしまいだって話だけど、姉さんには揚々たる前途が開けることを祈ってるよ。心からさ。